リアルアメリカンヴィンテージスタイルザ・グルビーハイ&オールドデビルムーンのリキです。いやちょうどね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうこんな今日はバイクに乗ってね、お店に朝早くから来て、一人で勝手にテンションが上がっているということなんですけども、今日もそうだね、新作の T シャツとか、いろいろできたので、また YouTube の方をご案内していきたいなというふうに、思っております。お時間のある方は最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい、ということで、まずはちょっと T シャツの話をちょっとしていきたいなというふうに、思うんですけども、今年はね、 T シャツはなんか作らないつもりでいたんだけど、なんかやっぱり中には取り扱い店の中でもね、ちょっと必要だなっていうふうに思ってる取り扱い店もあるので、本当に一部の取り扱い店と、それからまあ直接こうグルービンで販売をするっていう数分だけ、作りましたっていう感じですね。結構ね、 T シャツいろいろなところで作られてるんで、あんまり無理して作らなくてもいいかなっていうふうに思ってるんですが、まあグルービンの T シャツがいいよっていうふうに言われてくれる方も多少いらっしゃるので、ほんの数ギリギリっていう形で、作ったわけなんですけど、今回の T シャツはね、ちょっとこのシルエットを見ていただきたいんですけど、シルエットが前よりもちょっと変わった感じになります。腕がここがバインダーじゃまずなくなる感じですね。で、丈がね、袖の丈が2センチここが短くなる。でシルエットのこの身幅と肩幅とかは、丈とかはほとんど前と同じなんだけど、この襟首も2センチ下がるんですね、新しい T シャツは。で、防縮かけて、タンブラ乾燥かけて納品するので、形はもうこれ崩れないで、そのまま洗っていただいて同じ形を保って楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。で、色はね、ちょっと特徴的なんだけど、今回は、この、なんか、バカっぽい黄色。薄い、このレモン色みたいな色と、それから、ブラックの、2色しかやらないという形で、非常に数も少ない。2色、柄が4型ということでね、すごく少ないです、数が。まあ大体そうだね、サイズで分けると各サイズ3枚ぐらいしかないんじゃないかな。そんな本当に数少なくギリギリで作ってるっていう感じなので、ぜひホームページでね、ちょっとチェックしていただきたいと思うんですけど、僕は今ね、少し太ったんですよ。170今23ぐらいになっちゃって、違う73キロぐらいにまたなってきちゃったんだけど、これ太ったおじさんでもね、意外と太って見えないっていうシャツになってるかなと勝手に思ってます。シルエットがすごくね、いいんですよこれ。なのでそんなにお腹出てるよっていう感じには見えないんじゃないかなと思うんだけど、今72、3あるよっていう感じですね。シルエットがね、とにかくグルービンのこの独自で作ったこのちょっとヴィンテージっぽいような感じのこのシルエット、バインダーがなし、本当の T シャツっていう風な感じのスタイルなんだけど、ぜひこのシルエット楽しんでいただきたいなというふうに思います。とても優秀なコットンの 100% 天竺を使ってるという感じですね。ちょっと柄の方をね、映像でちょっと見てもらおうかな。はい、今回の、T シャツの柄なんですけど、これ見えるかな？一つはね、ホットロットの、なんかヴィンテージホットロットみたいな感じの、柄。なんかこう、これヴィンテージのね、アメリカで多分購入したんだよな。で、ずっとストックして持ってて、いつか作ろうと思ってたんだけど、なんかすごくね、とぼけた車。1930、これフォードだと思うんだけどね。なんて名前だったかな？ 36 年か、6年じゃないんか。40年かちょっとわかんないけど、なんかこのような、時代の車のワッペンを元に作っていったものと、
それから、こちらは、ネイティブの、インディアン。本当はね、これもっと文字がたくさん入ってたんだけど、もうシカゴインディアンっていう名前で、新型で作っていたこの二つの柄。本当になんかとぼけてる顔がね、この顔も、なんかほら、タコみたいな人がこう乗ってるんですよ。こうタコのおじさんみたいなのが。タコなんだか車に同化しちゃってるんだけど、これ、なんかね、とぼけた、ゴーグルを、着てる、かけて乗ってるおじさん。それとこれがフォトグラファーの、2色ですね。で、今回ね、黒はアイボリーで全部染めてあって、これおそらく、フォトグラファーオフィシャル1937スピードウェイ。多分これ写真を撮る方の、なんか正式な、なんかこの T シャツ着てると、許可が降りて普通に入れないところも入れたよみたいな感じの T シャツなんじゃないかなって勝手に思ってるんだけど、フォトグラファーの、オフィシャル1937スピードウェイという形の、これ前にも僕すごく気に入ってるので、こちらの T シャツだけ両面に、なってるという形ですね。で、あとはね、これがもう2年ぐらい2、3年前に作ったのかな。で、やっぱりすごくこの柄がパターンが気に入っていて、もう一回これ作りたいなということで、アイボリーと、それから、イエロー。まあ、これね、とぼけてるんですよ、顔が。もう完全にラリった顔してる、二人とも。もう言っちゃってるね。この女の人なんかもう本当に、もう、人生どうにでもあれ、みたいな感じの顔になってる。この人もなんか最後まで多分行き着く顔になってるね。すごく、いいです。で、ここの文字に関しては、これ1953の SAGE って書いてあるんだけど、ザ・ワイルド・ワンの一番初めのモーターサイクルの、レースの名前を、ここに載っけてあるという形で、ちょっと遊び心が、出てるよっていう感じの4色ですね。で、イエローに関しては、なんかもうだいぶこの新型のホットロットと、それからネイティブに関してはもうなくなって、で、取扱店の方にはあると思いますので、ぜひ問い合わせしていただきたいなというふうに思うんですけど、まだフォトグラファーとこのハーレーダビッドソンの方、ハーレーダビッドソンじゃないか、まあバイクね、モーターサイクルの方は、在庫があったと思うので、ぜひホームページをチェックしていただきたいなというふうに、思います。はい、それでは、なんか考えてみたら、キャスケットの話しようと思ったんだけど、これなんか前にも話したような気がするんだよな。まあ、いっか。まあ、これブラウン、と、それからもう黒がなくなってしまって、ブラウンと、あ、グレーとブラウンという形の2色がまた残っているので、ぜひ、お試しいただきたいなというふうに、思います。これ帽子をね、グルービーの帽子は、ごめんなさいね、ちょっと、いや、まあ、帽子取っちゃうとね、こんな感じになっちゃうんだけど、ちょっとこう斜めに被るよっていう感じで、こう、楽しんでくださいっていうふうに、いつも、お話ししてるんですけどね、ちょっとこう帽子乗っけて斜めにこう被ると、雰囲気が出るよっていうふうに、お伝えしてるので、この帽子もちょうど発売、してまして、今、グレーとブラウンしかもうないかなっていう感じ。それと、この、今僕が今日被ってる、このデニム、これは、ロカフラの板谷くんから、サンプルを借りして作っていったオリジナルの50年代かな、40年代の形の、リーのカバーオールを分解して作っていた生地、セルビッチの、生地で作っていく、この上がね、こうぐるっとこう丸めてこう被って、バイクの時は、これぐるーっと丸めて、なんかこう、瓶側の皮ついてるんだけど、これでポケットに入れちゃう。こういう感じで。で、バイクに乗るのもいいなっていうふうに思ってるんだけど、結構使えるし、これガンガン洗って、すごいタフ感のある帽子なので、これ今、ミスターファットマンか。ミスターファットマンのダブルネームでグルービーに今作ってて、これちょっと被って、あ、すいませんね。帽子取っちゃったらこうなっちゃうんですよね。まあいいんだけど。パカって乗っける感じが面白い。ポコッと乗っけたバディリーみたいな感じの
被り方で楽しんでいただけると嬉しいなと思うんですけど、これが大体8月かな、来月できるよっていう話なんで、ちょっとお伝えさせていただきたいのと、それから、いよいよお待たせしましたっていうことで、このジョニーブレスレットがついに完成、します。来週の金曜日かな、ちょうど完成する予定。ご予約いただいた方はいよいよ、お届けすることが、これ箱に入ってグルビハイのパンサーの箱に入ってお届けになるかと思うんですけど、来週金曜日いよいよ、ジョニーブレスレット、この、太さで、ご案内できるなというふうに思ってるんですけど、多分ねピッカピカで納品されるから、ちょっと初めなんかすごく新しいような感じはするかもしれないけど、使ってるうちにだんだんこうエイジングして、僕はこれ温泉にこうつけて少し黒くした状態で、エイジングした状態で楽しんでるんだけど、ね、ぜひ楽しんでいただきたいなというふうに、思っております。それから、8月になるといよいよね、今僕がしているこのベルトの新型のバックルのベルト、それと、これか。こちらもご注文いただいた、マーロンブランドの、ベルト、これも8月頃になるといよいよ完成してくるので、ちょっと今ね制作しててちょっとお時間かかってますけど、いよいよこの辺も納期が始まるよっていう風なことなので、今日は何だろうね、 T シャツのお話をしてるけど、まあなんとなく今後こんな感じのものが出てくるよっていうお話のなんか YouTube みたいな感じだね。ということなので、ちょっと頭にこう入れといていただくと、いいなというふうに、思っております。さあ、まあサマーニットもなんとか無事に、完成して納品することもできたし、シャツもね、おかげさまでなんとかこう無事にこう納期することができて、いよいよ7月はちょっと単独的な感じでね、こうポンポンポンとリネンのブラックシャツだったり、それから T シャツができたり、あとキャスケットもそうかな、その辺で作っていったんだけど、8月に向けて、ご注文いただいた製品がいよいよ徐々にこう納期できるような形で今事業計画で生産をしているので、楽しみにしていただきたいなというふうに、思っております。まあ、今日は大体こんな感じかな。ちょっと短い、YouTube にはなりますけども、今日から3日間の連休、ぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思いますし、いよいよ本格的な夏に始まりますけど、また今後ともね、グルービーどうぞよろしくお願いしまして、今日は、お別れしたいと思います。また皆様とお会いできるのを楽しみにしております。